はい、時間が来ましたので今からですね、始めたいと思います。お時間はですね、1時間半になります。全部で1時間半ですので5時半には終了させていただくことになりますので、手短にちょっと行きたいなとは思いますけども、まず私の方、具体的な内容の今日の話については、国際不動産エージェントの、副代表でもある鈴木学さんの方からお話をいただくんですけど、まずこのヨーロッパ勉強会、ヨーロッパ不動産勉強会というものを、設立しようと思ったこととかですね、何を狙いにしているかという話を、私は国際不動産エージェント代表の市川隆久から簡単にご説明させていただきたいと思います。国際不動産エージェントという会社、インターナショナルプロパティエージェント、今略して IPA というふうに呼んでおりますけども、こちらの方がですね、設立されたのが去年の11月です。で、もともと私と鈴木さんはビジネスパートナーで、別々の会社の社長の立場で、同じ仕事をずっとやってました。で、海外にずっと行っていて、自分たちが目利きになるんだと。で、いろんな国の物件を自分たちで見て、で、これはいいなと思ったものは素直にいいという、これは、疑問だなと思うことは素直に疑問だなという話を言う。で、それを情報弱者だと、やっぱり海外不動産というのは情報弱者の立場の方が非常に多いので、そこがですね、もっとちゃんと情報が届くようにしたいということで、組織化もしていくことで情報がいっぱい入ってくるんですね。で、逆に売ってくれって情報も入ってきます。で、お客さんの方もここのサイトを見たり、ここの、うちの会社のですね、ところから情報を得ることで、勉強できるような環境を作ろうということで、いろんなさまざまな取り組みも実は やり始めてます。で、9月から始まる国際不動産投資成功塾特別編3回で1回4時間、10万円いただくというようなものもですね、やり始めますが、こちらも好評いただいてまして、15人ぐらいのですね、申し込みをいただいておるんですけども、僕の考えていることはですね、ここから先一歩踏み込まないと意味がないかなと思ってます。お勉強っていうのは、お勉強しただけでその気にもなってしまいますけども、もっとですね、具体的な投資行動まで出れないと、あんまり意味がないのかなと。このお勉強はしたけど、結局買ってる物件とか自分が投資しようとしている物件が本当にそのタイムリーにですね、買えるようになるのかっていうようなことなんかもですね、含めてちゃんとした形でお勉強をしていただくような場を作らなきゃいけないなということを思っておりまして、で、そうなるとどういうことになるかというと、勉強会みたいなものを立ち上げた方が分かりやすいよねという話を思いつきました。で、じゃあ勉強会はどういうふうにやるのって言ったら、例えばよくある話として、初心者の方々に対して買い方はこうですよということを教えたりする、学んでもらったりするというような勉強会は当然あります。こういうのも今後やっていくんですけど、それよりももう具体的にですね、どこどこの国、どこどこのエリアで、イメージをしたいなという方のためにですね、エリア勉強会みたいなものを立ち上げた方がいいんじゃないかなというふうに思って、今回スタートしております。で、じゃあエリア勉強会ということでいくと、僕ら今主力商品として扱っているのがドイツという国の、投資用不動産というものはもう扱っておりまして、1年半以上かけてやって、すでにですね、40人以上のお客様に買っていただいてはいるんですけども、実際に僕らは今ドイツに、じゃあなんで今ドイツが一番いいのか、周辺の国はどうなのかっていうことに関してですね、全然見てないくて、たまたまドイツやってるだけでも実はなくて、一回ドイツに行くといろんな国に行っていろんな情報を仕入れてみて、で、また振り返ってみると、ドイツのここがいいよねと、でいうことなんかも分かってきました。で、ただドイツだけがいいわけでもなくて、ちゃんとした情報をちゃんとした形で僕らは提供し、で、この勉強会に出ていただく方も、ただ1回のセミナー来て、こうだよこうだよはーっていうのは割と分かった気になるけど、なかなかそこから先に実は進まない。だからシリーズものにしてですね、ちゃんと参加をしていただいて、もし出れない時があれば、このビデオを撮ってる理由っていうのは、ビデオでもですね、見ていただけるような形を取ろうという形でこの勉強会をスタートしようと思ってます。なぜならですね、それで私はヨーロッパ勉強会も出たいけど、アメリカ勉強会も出たいっていうんだったら、アメリカ勉強会も出ていただければいいと、でいうようなことで、まだ実は告知しているのはヨーロッパ勉強会、ヨーロッパ不動産勉強会だけになりますが、
あとは考えられることでいけば、まあ、あの北米系のですね勉強会ってことなんかはもう早急に立ち上げたいと、まあ、その他のエリアをどうするかっていうのはまたちょっと考えながらですねちょっとカテゴライズしていかなきゃいけないなというふうには思ってます。でじゃあなぜまず最初にヨーロッパ不動産勉強会をやっているのかというとですね、まず一つはヨーロッパの情報が日本人にとってみると極めて少ないで、扱っている業者もほとんど実はない。で僕らがかなり先行して有利でかなりのところをやってきています。ただし実際にいろんな国に行ってみて表面上の利回りがそんなに高くないがゆえに、あの普通にセミナーをポンとやってもなかなか、まあ変な話、まあ、売れないという言い方は良くないんですけど、お客さんのところはなかなか届きにくい。でもあの僕と鈴木さんがよく話しているのが、いや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 、これから上がっていくよと、チャンスあるよと、で賃料もそもそも安く設定されているんだよ実はとかですね、そこら辺のところがエリアによってアメリカとかオーストラリアみたいな賃料がんがん上がっていくエリアでは全然なくて、でそういう中で安定した不動産の投資、まあ、収益物件、あとあのいわゆるキャピタルゲインも含めた形のですね、投資ができるのは割とあるよねと。ただ国によってもかなりヨーロッパっていうのは違いますので、そのあたりをですね、まあ、今のところ5回ぐらい予定してますけど、多分もっと多分続いていくんだと思いますこれで、そこら辺がですねちゃんと、僕らからも情報提供する、参加している方からも、まあ、問題提起も含めた形でディスカッションもできるようにしたいと、まあ、今日は1回目なのでその意見もらってですねこう戦い合わせるってことってのは実はやらないんですけど、おそらくですねこれがどんどんシリーズ化していく中で、じゃあケーススタディの勉強会しましょうって形でもっとですね詳しく突っ込んだ形でやり取りするってケースも多分出てくるんではないかなというふうに思ってます。なので、今回は僕らも初めての試みということがあるので、あの鈴木さんの方でいろいろ、まあ、見てきて調べてきてってところの情報をまず出します。ただ2回目以降ですねこれをやった中で、修正も加えながらですね、いい方向に行けたらいいなというふうに思ってます。で、それがまあ大きな話です。でヨーロッパってやっぱりですね日本人の方から見てて海外不動産投資をする中で一番その馴染みがないなと思う理由の一つに遠いと呼ばれているのがあってですね、遠いですけど行ってみたら一回行ってしまえばそこから隣の都市行ったりすることの移動の仕方がですねアメリカよりはるかに楽だったりするっていうことなんかも実際は行ってみてものすごく気がつくことだったりもしますし、ただあの同じヨーロッパといっても全然国の特性も違ってたりもしますので、そのあたりをどう見ていくのかとか、どういうところがチャンスでどういうところがリスクなのかってことなんかもちゃんと整理しなきゃいけないなというふうに思ってます。で、まあ、鈴木さんがあの前もってあと、そうですねもうちょっと時間くださいね、はい、ちょっとあのネタかぶらないような形でお話したいと思いますけど、まずヨーロッパ何カ国なんだということをですね一般的に調べると、一応ですね外務省公表でいくとですねヨーロッパっていうのは、ソビエトから独立した国、ソ連邦から独立した12カ国も入れて54カ国というふうになってます。人口は7億3000万人ぐらい、ということなんで、まあ、東南アジアが6億何がしみだ、アセアンがねというふうに言ってたり、アメリカカナダ合わせても別に4億人ぐらいというようなそんなような状況を考えれば、まあ、やっぱりかなりの人口はいますよという感じですけど、まあ、アジア一つ考えればもう中国だけでやっぱり十何億人いるということを考えれば、いわゆるヨーロッパというものに関してはアジアのようなごちゃ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 してるわけではないというようなことがまず挙げられます。それと、まあ、宗教的な問題でいうとキリスト教が一般的ではありますけど、やっぱりプロテスタント系かカソリック系っていうところで大きく分かれます。でこれは別にそのどっちがいい悪いじゃないですけど、僕が言っててすごく思うことはですねやっぱりプロテスタント系の人の方がちゃんと働くねっていうのは割と思います。カソリック系の人は働いてもよくないよみたいな流れもある中で言うと、ルーズ感が割と広がってくるような感じもちょっとしてまして、でまたもう一つは東欧になると今度東ヨーロッパ正教会みたいなのがちょっとあるので、
割とですね、でもそのあたりの宗教に基づいたところで働き方考え方っていうのはそれなりに違うのかなという感じはしてます。あとはもう国によって特性はやっぱり違います。で、例えばの話をしますと、ドイツが、まあ、ヨーロッパの中ではいわゆる結果論、日本人から見たら分かりやすい近しい雰囲気がある。なぜなら例えば時間通りに電車が動くとかですね、これ、まあ、例え話で出てましたけど、待ち合わせ時間がありましたと、10分前に来るのは日本人、ぴったりに来るのがドイツ人、10分遅れて来るのがイタリア人、あ、イギリス人ですね。で、30分遅れて来るのがイタリア人、その時間でまだ寝てるのがスペイン人ということをですね、言ってたりするので、確かにですね、そんなようなものがごちゃ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 っていうふうになっているような国がヨーロッパというのがあるんですけど、それを見る中で今の現状の話をすると、まずですね、ヨーロッパってやっぱり概念の変換をしていただきたいと。まず日本、アジア系と全く違うのは、まあ、建物を見ていただくと分かりますけど、古い石造り、古いものをずっと使うというような発想になっている。で、アジアとは全く違う。それはもう人口が増えて住宅を作らなきゃいけない国策で、産業革命が先にあったヨーロッパ、クオリティも100築100年前のものでもちゃんとした、構造を持って、まあ、構造自体が地震が来ないエリアなので、やっぱシンプルですね。石レンガ積みというようなところで割とシンプルという中で建ってる建物のクオリティというか、まあ、ずっと長く使えるような仕組みになっているのがヨーロッパの有利さというところになります。で、これはですね、やっぱり一個ずつそこを紐解いていくと、やっぱ建物価値の方が高いんだよということなんかもあったり、不動産の担保価値も下がりにくいんだよということもあったりというふうに考えると、ヨーロッパの投資ポイントは分かりやすく言うと何かというとですね、安く買ったものが結構やっぱり明らかに強い、下がりにくい環境で安く買えるのが一番いい。で、高く買ってしまうとなかなか難しい。ただ安い理由が何ですかっていうのが、おのおの都市とかエリアによって違います。一旦没落してまた這い上がろうとしてるんですか、やっぱり今景気が悪くて人口が、出稼ぎに出ちゃってる国、出られちゃってる国はそこに人も少ないから不動産は安い、だけど安くは買える。でも今そこに対して投資をすると、いきなりの手応えはもしかしたらないかもしれない。でも安く買える、その、まあ、言ってみれば、例えばマンションで行けば坪単価いくらぐらいなんだろうねっていうことなんかも、実は、まあ、僕とか鈴木さんの頭の中には結構ですねイメージをして、坪単価そうですね、50万から500万ぐらいまでの間のものがだいたいイメージされて入ってるので、一言で言っちゃうとパッと喋れますけど、それだと多分投資家の皆さんは情報整理ができないなというふうに思うので、ちゃんとですねそのあたりも含めて今こんな感じだよっていうことなんかも分かった中で、勉強していただきたいというのと、実際にじゃあ買いに入るときに、もう一つ買おうと思うときに安く買いなさいっていうことは、スピード感を持ってもし買おうと思ったら買わなきゃいけないですね。その時に、まあ、すぐ手が挙げられますかというポイントです。日本の方って大体うーんと言ってるうちにもう他の国の人がポンって買ってしまいますと。それで買えばよかったなってパターンに大体なって、ではじゃあ日本の人が何かを工夫して作ったような商品があって、でなんか一見良さそうに見えたけど実は高いものだったりしてみたいなですね、そんなものがごちゃ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 出回ってるんです。ちょっと話しとりますが、海外不動産の一番の難しさっていうのはですね、金融商品でいうと、よくまあ、この間先週僕も香港に行って金融の、セミナーの方の不動産の話をしてくれってことでしたんですけど、金融の方はプロなりという言葉があったり、プロここまでの最初の時にこうチェックポイントっていうのがあって、自分はこのレベルだからこれ以上の商品はもう投資できませんっていうのがもうあって、そういうものをちゃんと投資家保護としてやりなさいって業界になっている。で、不動産はないですからね、もう素人だろうが何だろうがこれいいですよってみんな売りに来るから、で売ってる人自身もあんまりよく分かってないっていうケースも多々あるので、それをいっぱいある中で本当に選ぶっていうのは 一見すごく大変です。だけど結局ですね、僕らのがなぜ他の人から有利かというと、やっぱ経験値があるからですね。経験値がある、もちろん不動産のバックボーンがあるとか、海外に長くいたとか、いろんなバックボーンがあっての経験値ではあるんですけど、情報をとにかくいっぱい知って整理分類していくとですね、分かるんです。で、あまたの金融商品よりもよっぽど不動産の方が分かりやすいんです。
だって金融商品って本当に政治の状況が変わった瞬間にすぐ変わるからね。これはよっぽど難しいんです判断。だけど出口が取りやすいんです、流動性があるから金融商品の方が。でも不動産って1回買っちゃうとなかなか売れない代物だったりするケースもあったりするので、そこら辺はですね、ただその代わり情報が分かりやすい。例えば賃料このぐらいだよね、このぐらいの売り値多分なるよね、それは収支計算も大体できるよねっていうようなことを一回、まあ、真面目にというかね、ちゃんとやって、いただければいいのかなという気がします。なのでまずヨーロッパというところで、建物が古くならないよ、古くなっても評価が落ちないよという中で今どういう現状にあるのかというのを勉強できるかなと思います。で、あとはですね、面白いのはですね、まあ、都市もそうだしリゾートもそうだし各々にいろいろ人気もありますよと、多様な不動産投資の選択肢がありますよということがあります。なかなかその、ヨーロッパのリゾートというのもイメージ湧くかどうか分かりませんけど、まあ、分かりやすく言うともう南系のあったかいところの地中海系のところで行けばもうリゾート不動産というのはものすごくやっぱ人気です。でこれは寒いところの国の人が買ってます。ロシア、ドイツ、イギリス系の人でもうものすごく高い値段だったりします。でもこれは勉強していけばしていくほどものすごく僕は資産価値も含めて面白いと思うし、アジアのリゾートもいいんだけど、アメリカのリゾートもいいんだけど、ヨーロッパのリゾートってところも一つ狙いを考えたらすごくいいかな。なぜならやっぱりお客さんいっぱい来ますからねっていうようなことなんかを考えると、そこまで勉強する価値は十分あるのかなというふうに思って、今回のですねヨーロッパ不動産勉強会っていうものをやれたらいいなというふうに思ってます。で具体的な今後の、計画っていう意味で、こんな形でやっていきますよっていうのは告知はしてますけど、ちょっとよりブラッシュアップした形でやっていきたいというのと、せっかく今日出てかで今日出た方はですね、まあ、ご縁もありますし2回目3回目も、まあ、できれば出てほしいと。で、できれなかったらこのビデオをですね見るような形をとって、とにかく一通りですね勉強をちゃんとした形で、整理ができたらいいなと。僕らもですねただ教えき言いたいことを言っておしまいじゃなくて、そこから先のことまでですね、手応えを感じた形で、まあ、このうちの会社の運営もしていきたいなというふうに思ってますので、ぜひですねそんなことを踏まえて今日の勉強会のスタートを切りたいと思いますので、皆さんよろしくお願いしたいと思います。それではスタートしたいと思います。どうも皆さんこんにちは。はい、蒸し暑い中来ていただいてどうもありがとうございます。ヨーロッパ、不動産勉強会、まあ、今日、まあ、記念すべき、まあ、発足の日ということで、はい、私の方で今推進してやっているんですけれども、まあ、市川がさっき言ったようにですねヨーロッパ54もの国がありますと。一つの国に本当に歴史もあるいろいろな町があります。何から手をつけていくかっていうところを考えたときにですね、まあ、例えば似たようなタイプの町、同じような、それぞれが近くてタイプが似てるような3つとか4つぐらいの、まあ、都市を取り上げて、まあ、それを比較しながら学んでいこうかと思ってます。第1日目1回目はこの、まあ、あんまり馴染みがないかもしれませんが、オーストリアのウィーン、チェコのプラハ、ハンガリーのブダペストという3都市を取り上げたんです。でこちらの写真は、ハンガリーのブダペストで撮ってきました。でこの写真が例えばこれウィーンで撮ったものだよ、あるいはプラハで撮ったものだよって言っても多分信じちゃうと思います。それぐらい街並みは似てるしですね、例えば我々が東京の街並みがこうです、広島の街がこうです、札幌の街がこうです、みんな日本の同じような街に見えると同じような形で、この3都市ですね、特に中央ヨーロッパっていうですね、言われているこのエリアの建物、まあ、人々の暮らしぶりというのは非常に似ているというところで、まあ、取り上げさせていただきました。第2回目以降は、まあ、今考えているのはですね、例えば市川が言った地中海のリゾートですね、例えばフランスのニースとかカンヌとかですね、あるいはイタリアの方にもあるし、スペインの方にもある、ポルトガルにもある。でもやっぱりその海で暖かくてリゾートで夏すごくにぎわうっていう、そういう、まあ、共通点がある中で、まあ、3つ4つぐらいのですね場所を取り上げてっていうところを継続してやっていくことで、まあ、
大体そのヨーロッパの全体像っていうところがつかめるのではないかなというふうに考えております。ということで、ちょっとヨーロッパのお話に行きます。今回取り上げる3都市、中央ですね、中央ヨーロッパという、場所にあります。ただそれぞれ、属する国は違います。チェコのプラハ、ウィーンはオーストリアにあり、ブダペストはハンガリーにある。そのそれぞれの距離は本当に近いんですけど、道路も通じてるし何時間とかで車で行けるんですけれども、それぞれが違います。でまあソ連とか共産主義とかがまだあった時代は、このチェコとハンガリーは東側ブロックにありました、共産主義ブロックにありましたので、これら東欧と呼ばれてました。はい、なんでルーマニア、ブルガリア、ウクライナとかその辺と同じようにその東側諸国って言われてたところに属するんですけど、まあ、その共産主義とかもまずなくなって、まあ、今は一つのヨーロッパという形で、彼らは自分たちのことを東欧なんて呼ばないです。必ず自分はセントラルヨーロッパとかですね、ミドルヨーロッパとかですね言うんです。まあ、その中央っていうですね、ところでドイツとかオーストリアとかと同じグループにある国々というふうに、まあ、自分たちをまあ定義しております。でその辺は、ちゃんと歴史的背景がありますので、その辺をまず、踏まえていただければかと思います。はい、中央とはどういうエリアかっていうところです。で、地理的にはヨーロッパ中央部にある、地域ですけれども、まあ、大きく言うとドイツ語を話す国々、ドイツがあり、オーストリア、スイス、スイスはまあフランス語とかイタリア語とか入ってきますけど、まあ、ドイツ語圏っていうのが結構大きいです。あるいはリヒテンシュタインとかですね、これでドイツ語を喋るグループがこの西半分にあります。でそれから、東側にはまあポーランドがあり、チェコ、スロバキア、ハンガリー、あるいはスロベニアっていうこのドイツ語じゃない言葉を喋っている、まあ、ほぼ全部共産主義ブロックにいた東側の国々ですね。はい、でこちらは後で説明しますけど、ビシェフグラードグループ V4 っていうですね、4カ国グループになっております。だいたいこの辺が中央ヨーロッパと言われます。はい、で中央ヨーロッパなんですけれども、それぞれの国をですねの都市を、まあこうやって写真で見比べると本当に似てると。どんな国に属していてもですね、やっぱり基本的な文化というのは共通のものがやっぱあるのかなというところなんですけれども、やはり、歴史的背景からするとですね、この中央ヨーロッパというのは長い間ヨーロッパ文化の中心として君臨してきたハプスブルグ帝国、まあ、これはまあ必ず踏まえなくちゃいけないハプスブルグ家というこの王朝があって、その時代が何百年も続いた。その中でいろいろな建築だ、音楽だとか美術だ、いろんな文化が開いてきて、まあ、その同じエリアにあった、地域ですというところですね。はい、特にハプスブルク家という王朝は、まあ、必ず、まあ、踏まえていきたいところなんですけれども、まあ、一つ、教科書としていいのはこのベルサイユのバラですね。はい、こんなに詳しくですね、ハプスブルグ家の当時の、人々の暮らしとか王朝の人々の暮らしとかを詳しく書いてるのも他にないなと思います。こちらもそうですしですね、あとですね、地球の歩き方のこの中央編っていうのがあって、多分今はですね、中央ヨーロッパっていろんな国に分かれているので、まあ何個も出てるんですけど、2010年ぐらいはこの十何カ国全部ですね一緒に扱ってですね、ものすごくこれ手間かかったと思ったんですけれども、これ書いてる、方がですね、このやっぱり歴史とかですね、その辺ものすごく詳しくて、多分大好きだからですね、まあ、マニアみたいな感じですごい詳しく書いてあってですね、これなんかを読むとですね、かなり、まあ、理解が深まるかと思います。でこのハプスブルグ家は10世紀に、まあ、今のスイスの領内に発祥したドイツ系の貴族ですと。で10世紀から中世近代に至るまでですね、とにかくこの家系は
政略結婚をやってやってやりまくったんです。だから自分の、勢力を、まあ、伸ばすためにですね、とにかく子供をたくさん産む、でいろいろなところに結婚させると、で、まあ、親類になって、で要するにもう結婚、子供を使った、まあ血縁制度を使って大きくなってきました。でこれは、まあ、すごいなと思うのはですね、歴史を見るとですね、本当にもう何百年も経ってるのに、誰もみんなですね、すごい子沢山なんですね。10人とか平気で産んで、でかつですね、あんまり離婚してないんです、ハプスブルクって。結構夫婦が円満だったようでですね。で何十世紀も続いて、そういうのがまあやって、まあヨーロッパではもう本当ダントツに一番の名門の貴族と言えるかと思います。このハプスブルク家が、まあ中世とかで、本当にヨーロッパほぼ全部をハプスブルクのグループで支配した時期もありますけれども、まあその後いろいろな、まあ、時代の流れもあって、ハプスブルク家の、主要な勢力はオーストリアのウィーンに、置かれることになりますと。でこのウィーンがだいたい16世紀ぐらいから19世紀ぐらいまでですね、ハプスブルク家の、オーストリア帝国の、都として、ずっと、君臨していくわけです。はい、でこのオーストリアっていうのがこの中にいろんな民族が、暮らしておりました。まあ、今でいうチェコ人もいる、スロバキア人もいる、ハンガリー人もいる、セルビア人もいる、いろいろな、多民族国家だったんですけど、基本的にはですね、ベルバルに書いているようにハプスブルグの王朝の人がしゃべる言葉はドイツ語ですと。ドイツ語で、一族は喋ってました。でその領土内ではいろんなことが喋っておりますと、はい、いうところなんですけど、今から見るととってもいい国だったと思うんです。というのはそのむちゃくちゃいろんな民族とかいろんな言葉が喋れる中で何百年も、国として存続をしてきてる。でそれぞれの、人たちが、独自性を持って暮らしてきたっていうところで、そういう国だったんだなと思います。それがですね、ハプスブルク家、このオーストリア帝国が19世紀頃から、明らかに衰退してくるんですね。衰退してきた、一つの、原因はその頃、国民国家という新しいタイプの国の時代になりました。多分なんですけれども、いろいろな技術革命があって、例えばラジオとかですね、なんとか放送とかそういうものが発明されるとですね、例えばですね、フランスのここに住んでる人、こっちに住んでる人、お互いにこれまでの時代は見ず知らずも人だったわけなんですけど、基本的にはたまたま同じフランス語を喋っておりますと。それがラジオができます、なんとか放送ができますっていうことで、やっぱり同じ言葉を喋るグループなんだという意識が出てくる。それが国民国家の発祥になる。でそこに例えばナポレオンとかですね、そういうですね、軍事的な天才とかが出てですね、こっちに住んでる人、こっちに住んでる人、とにかくそのフランス語で指揮系統ができるような軍隊を作る。でその軍隊がヨーロッパ中のいろんな軍隊を任していくっていうところで、それぞれの地域でやっぱり同じ言葉をしゃべる人間グループでまとまろうというですね、そういう動きになる。それが国民国家だった。でそれはヨーロッパだけじゃなくて、当然アジアの日本にもその流れが来て、例えば明治維新がありました。明治維新のちょっとあとなんていうと、同じ日本人なのに、どこの地域から来たるかで全然言葉が通じなかったそうです。だから警察官は大抵鹿児島の人で、東京に住んでる人がいろんな地域から来てる。じゃあ栃木の人が、警察、鹿児島の警察の人と、意思疎通ができるかとできなかった。だけどそうしてると軍隊も作れないわけなので、やっぱり日本でも標準語教育をやって、強い軍隊を作ってます。それはヨーロッパでも、どこの国でも、
やったわけです。そうするとですね、これまでいろんな民族を含んできたこのハプスブルグのオーストリア帝国が、例えばの話チェコスロバキアでありハンガリーでありルーマニアであり、それぞれの国民国家にだんだん、修練されていきますと。はい。でその中でそれぞれの、国になってきますというところです。でとにかくですね、中央ヨーロッパって、ドイツ語、チェコだったらチェコ語、ハンガリーだったらハンガリー語、それぞれがですね全然違うんですよ。共通点がほぼないぐらいですね、恐ろしく違ってですね、はい。特にハンガリー語なんて、英語から見てもドイツ語から見てもチェコ語から見てもほぼ類似関係がない言葉、どの言葉から見ても非常に難しいと、そんぐらい、違いがある中で、当然ハンガリーだったらハンガリー語の人たちが集まる、チェコだったらチェコ語の人たちが集まるみたいな形でだんだんこの地域が変わってきましたと。はい。で、それから第一次大戦があり、オーストリア帝国ここで終わりました。終わって今のオーストリアっていうちっちゃい国とハンガリーというちっちゃい国に、分かれましたと。でそういう、あとに第二次世界大戦があって、今度はソ連ですね、共産主義ブロックがここまで、この赤いところまで来て、西側の資本主義ブロックと東側の社会主義ブロックに、ヨーロッパが二分されましたと。はい。という時期を経てきてますと。はい。で当然ですね、こちらの西側、この青いブロックのは、日本と同じように、戦後急速に経済発展をしました。東側の方は共産主義ということで全く別のような、経済活動をしてたことでどんどん格差が、広がってきましたと。でその後、ソ連が崩壊しました。ベルリンの壁も倒れましたということで、この東中央ヨーロッパ地域というのはできれば、EU と一緒になっていくという流れになってきますけれども、もともとこの共産圏だったこの4カ国ですね、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリーは、ビシェグラードグループ V4 というですね、4カ国連合、ASEAN みたいなものですけれども、そういうのを結成して毎年のように会議をしてますと。この V4 は、今回取り上げるチェコとハンガリーが入っていますけれども、2004年に EU に加盟をしてますと。はい。今では、もう全部の国が、宣言協定に入って、フランスだドイツだっていう、ヨーロッパの主要国と自由に行き来ができるようになってきておりますと。はい。というところがあります。ただし、EU に入ったからといって、通貨も一緒にしたわけではないです。ユーロ圏にすればいいのかっていうと、なかなか難しい問題もあるし、実際私が見てて特にチェコなんかは独自通貨のコロナっていうのを使い続けてかなり賢くやってるなっていうふうには思いますけれども、はい、ハンガリーではフォリントという、チェコではコロナというですね、そういう通貨を使っております。チェコのコロナに関して言うと、ここ10年以上ずっとユーロに対して値を下げてないぐらい通貨としても安定してます。ちょっとハンガリーのフォリントっていうのはちょっと EU にユーロに対してかなり値を落としている部分がありまして、ちょっとやや経済、力の差があるのかなという気がします。はい。で現時点でのこの、中央ヨーロッパの、一人当たりの GDP をですね、調べてみました。こちらの高いグループがドイツとオーストリアですね。低いグループはもともと共産圏だった V4 のグループです。1990年代でソ連崩壊の時代っていうと、大体この両者の差が7対1ぐらいあったんですね。それがどん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 縮まって、今では2対1とか3対1とかそんなレベルになってきてますと。はい。でこの V4 の中ではやっぱりチェコが比較的高く、ハンガリー、ポーランドがちょっと落ちるっていう、そんな構図になってますと。でこれらは皆さん
ハンガリーの人、チェコの人、ポーランドの人、みんなドイツとかに働きに今行けます。国境の検問もありません。もう自由に行き来できますので、まあ、基本的にはこういう、地域の人からが、まあ、ドイツやオーストリアの方に移住していくとか働きに行くっていう、まあ、動きはまだあります。はい、ただしこの V4 のグループはもっと東にある、旧共産圏のエリアに比べると断然経済発展をしていて所得も高いです。なので例えばチェコとか行くとですね、ウクライナの人がたくさん働きに来てます。ものすごくこの所得格差があるし、チェコで働いた方がよっぽど給料がいいということで、来たりしてますと、まあ、そういう状況もあるということですね。はい、でこのグラフはですね、それぞれの、オーストリア、チェコ、ハンガリー、まあ、それぞれの国の総人口の、まあ、推移をグラフしてきた。この時点がソ連崩壊です。で今までどうだったかというと、オーストリアですね、オーストリアっていう国はまあもういろんな国から人々が働きに来る、移住してくるということで人口をどん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 吸い上げて増えてます。で逆にハンガリーっていうのはまあ移民として出ていく側なので人口減ってます。チェコというのは、まあ、そんなに状況がまあもうちょっと発展しているということで人口が減ってませんと、そういう状況ですね。で外国生まれの人口比率も、まあ、オーストリアなんかはまあ、とにかくセルビアだ、トルコだ、ハンガリーだ、いろんな人が来てますので、国民の 17% が外国生まれで、チェコ、ハンガリーと行くにつれてだんだん比率が減っていくという状況です。はい、ただしまあそういうことがありつつもですね、ものすごくその、各都市は距離的に近くてですね、本当に高速道路も、まあ、国境を越えてつながってたりするので、ウィーン、プラハだったら多分 3,4 時間ぐらいで車で行ける。ウィーン、ブダペストだったら多分3時間かからずに行けると。余裕で日帰りできます。でこの3都市は人口規模がほぼ一緒ということで非常に比べやすいというところで、はい、ちょっと今回分析をしてみましたところです。はい、でさっきこれ、まあ、市川も言いましたけど、ヨーロッパは、まあ、どこ行っても古い石造りのうちに何十年何百年も住むというのは当たり前で、新しい、まあ、新築とかあんま建てない国ですと、まあ、いうところで、まあ、中央ヨーロッパもそういう国として選ばれてもいいのかなというところです。はい、ではそれぞれの国の、不動産事情を、まあ、ご説明しています。この3カ国の中でオーストリアが一番やっぱり取れる情報が多かったので、オーストリア比較的時間を使っていきます。で、チェコとハンガリーに関してはもうちょっと少なめに短めに、いきます。はい、こちらがオーストリアのウィーンにあるシェーンブルーン宮殿っていうですね、このマリー・アントワネットが生まれたやるですね、元オーストリアの、王国の宮殿です。今でもあり、この地域は結構な高級住宅街になってますと、はい、っていうところです。はい、でウィーンは、まあ多分写真で見た方が早いかと思いますけど、全部でウィーン市は22の区に分かれて、ここに190万人住んでます。ウィーンのちょっと南側に行くとベッドタウンがいくつかあります。でそのベッドタウンをいくつか合わせると大体250、60万人ぐらいの規模の都市で、これがオーストリアの首都ですというところです。でこのウィーンの中はですね、まず一つですね、飛び抜けてこの一区というところがですね、東京でいうですね、まあ麻布、青山、表参道じゃないですけど、超高級エリアがこの一区に集中していて、ここはびっくりするぐらいオークション5億4億みたいなですね、すごい値段の不動産が、まあ、たくさんあります。ここには一区にはシュテファン大聖堂とかオペラ座とかですね、いろんな観光地があって、とにかく街並みが一番綺麗で、まあ、観光客もたくさん来てっ
ていうところで、まあ、そういうのを好む、まあ、富裕層の方々が世界中からこれ買って、来てるというエリアになりますと、まあ、特殊エリアですと。ただこの1区からちょっと行くとですね、こんな感じになります。だいたい4キロぐらい南に離れたこれが5区マルガレー店という場所ですが、私たちここのホテルに市川さんと泊まったんですけど、さっきの1区からですね、電車で10分ぐらいです。10分かかんないぐらいですね。とても便利 で、はい、で特にここの駅は3路線ぐらいがまあ結節する駅なので、まあ、どこ行くのも便利ですと。でこのエリアはもともと労働者階級の町だったが今はちょっと変わってきてます。不動産価格はさっきの1区が平米単価1万7000ユーロ、これは、日本の坪単価に直すと約600万円ぐらいなんですけど、この5区に行くとですね、だいたい平米単価が4100ユーロなので180万円ぐらいです。坪単価断然違います。で後で説明するんですけど、ウィーンの住宅の坪単価1区だけが突出して高くて、他のとこだいたい日本でいう180万200万円ぐらいですっていうところです。はい、で5区はこんな感じ。12区っていうところですね。5区からもうちょっと下がっていったところですけど、ここは私も非常に面白いなって思ってるところですけど、とにかくですね、ウィーン西駅ってもともと言われていた、非常に便利な今マイドリンクって駅になりましたけど、ここの駅からチェコに行ける、ハンガリーに行ける、ドイツに行ける、オーストリア国内の、まあ、地方都市も行ける、まあ、とにかく非常に便利な鉄道駅があって、で、まあ利便性の高くて、まあ、都心にも15分ぐらいで出られるような場所です。ここはさっき言った5区よりもさらに不動産割安で、平均平米単価が3500ユーロ、160万円ぐらいというエリアです。そこから14区っていうもう少しですね、西の方に行くとですね、さっき言ったシェーンブルン宮殿、まあ、これシェーンブルン宮殿は13区この辺にありますけど、まあ、この14区っていうところがその 近隣でまあまあファミリー向けのエリアになっていて、まあ、緑も多いというところです。はい、不動産価格は比較的手頃3600万平米ですが、まあ、宮殿近くだとちょっと高くなりますよっていう、そんな感じのところです。で今、ウィーンで一番不動産価格が急速に上がっているのがこの22区というところです。1区とかこの中心、都心から、この辺に行くとドナウ川が流れてて大きな橋があって、その対岸にあるのがこの22区なんですけれども、まあ、川向こうなんですけど、最近は、鉄道が、まあ、新路線がどんどんできて便利になったということで、とにかく、まあ、まあそれまで安かったっていうこともあるんですけど、人口が一番伸びてて、不動産価格の上昇率が一番高いのがこの22区というところです。はい、まあ、こんな感じですと。でもうちょっと統計数字を見てみますと、このウィーンですが人口は増えてます。確か1990年ぐらいで1150万だったのが今180万円ぐらいで、毎年毎年増えていて、まあ200万超えるという形で、人口も住宅数も年率 2% に近いペースで増加してます。で誰が来てるかというと、まあ、ぶっちゃけ近隣諸国の方が来てます。セルビアから来てる、トルコから来てる、ハンガリーから来てるっていうのが多い、はい、そういう感じです。人口が増えてます。で、この住まい方なんですけど、本当にこれ典型的ヨーロッパかなと思うんですけれども、ウィーン市内の住宅の約半数が1960年以前に建ったものです。なので築50、60年以上の、うちに約人口の半数が住んでます。あと、集合住宅か、
まあ、あの一般戸建てかっていうと圧倒的に集合住宅が多くて、しかも人口の 79% あごめんなさい戸数の 79% 以上が10戸以上の集合住宅、まあ、普通に地区フルのアパートに住んでるということです。次に、ウィーン、まあ、オーストリアと、まあ、隣のドイツと似てるんですけれども、あんまり不動産買うのにあのそんな積極的じゃないんですね。 あんまりその一生ずっと賃貸でいてもいいやっていうですね、そういうまあ国民性なんですけど、このウィーンにするとですね 78% の市民が賃貸入居者です。自分の家じゃないです。東京でもだいたい人口 55% ぐらいが、賃借人ですけれども、まあ、ウィーンだと 78% です。で他の、国内のオーストリア国内の都市だとそんなに賃借人が多いわけじゃないので、ウィーンだけ突出して多いですと、まあ、ほとんどさっきと合わせて言うと地区フルの集合住宅を借りて住んでるのがウィーンということです。世帯当たりの人数は 2.01 名が平均、まあ、東京みたいなもんです。独身世帯が 45% というところです。まあ、高齢の方も多いということです。次にこの賃貸借の、契約なんですけれども、まあ、あのドイツ語圏のヨーロッパは基本契約賃貸借契約をあんまり更新しないとか、あの期限を定めてないことが多いです。なんで一度住んだら基本ずっと住める、賃貸続けられるっていう国が多いんですけれども、ウィーンの、まあ、統計数字を見ると賃貸の契約期間の平均は 12.4 年、つまり、2018年から2030年まで、賃貸借契約を結んで、1本の契約で住んでるということです。平均居住面積がですね、まあびっくりしたんですけど、どん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 増えててですね、今約100平米の、1戸当たりの、面積がありますと。でこれは増加傾向です。で、平米あたりの賃料をですね、あの築年数ごとにあのデータが出てるんですけど、まあ、皆さん見て分かるように築年数が100年以上経ってても新築近くてもほとんど、平米賃料変わらないんです。だからまあ、皆さん新築か築フルかなんてあんま気にしないで住んでるということです。逆にまあ大家の立場からするとですね、築が古くなったって普通にあの変わらない賃料を取れるという意味で非常にまあ恵まれてるかもしれないですというところです。はい、ちょっと写真の方を見て、分かりやすくしていきましょう。だいたいどんな感じの住まいに住んでるかっていうところですね。私が見たのが川向こうの22区ドナウシュタットっていう場所の建築済みのタウンハウスです。2階建てになってて隣と共有壁です。3部屋あって80平米ぐらいの、大きさです。80平米といっても、まあ、オーストリアの場合ってこれ内乗り面積で、なんだまあ、測量してそれを表示するようなので、日本だと確か壁芯で表示をすることが一般的かと思います。なので我々から見て80平米ですって言われても感覚的には90平米ぐらいに見えるっていうですね、まあ、そんな感じで、まあ、あの屋根高もまあ高いことが多いのでかなり広く住んでるなっていう感じです。まあ、それで彼らの80平米ぐらいの表示でだいたいお値段が30万ユーロぐらい、つまり4000万円ぐらいでこういうものを買って住んでるということになります。これあの割り算してみるとだいたいこれ平米単価だと3750ユーロになります。だいたい川向こうエリアの平均がまあ3500とかなんで、まあだいたい平均に近い、住まいかと思います。現実的ですよね。次にですね、ウィーン市じゃないんですけど、ウィーン市からちょっと南に行ったベッドタウンのビーダーマンズドーフという場所があります。ここが、まあ、ショッピングセンターと郊外型店舗たくさんあって、まあ、便利な場所ですが、このタウンハウスを見学しました。今建築中ですけれども、まあ、大体95平米ぐらいで、まあ、35万ユーロぐらいで売り出してます。
やっぱりいいなって思ったのはやっぱり日本と違って、同じ一戸建て同じタウンハウスでも、まあ、土地の価格がそんな高くなくて金の大部分を建物にかけられるので建物の方が価値高いんですね、ヨーロッパって。なので外断熱はするわ、二重サッシどこにも入れるわですね、とにかく気持ちよさそうに住める家だなっていう感じですね。まあまあこういうのを当たり前に皆さん住んでるっていうところです。はい、公共交通機関はここに見るように、ウィーン市内はまあ質発達しておりまして、地下鉄が5路線、路面電車が29路線で、路線バスが170路線っていう形で、まあ感覚としてはですね、この辺に住んでは車はいらないって感じです。もうとにかく市電とか地下鉄とかでどこでも行けるし、まあ一区に住まなくったって同じ利便性があるっていう、そんなイメージですと。はい、でちょっと投資指標のお話に行きますけれども、ウィーン市内の不動産価格22区ありますけど、これがセールスプライスの平均です。1区だけが飛び抜けて高い、もう別次元、他の4倍ぐらい高いです。その他のやつ見てると最初が3だったり4だったり5だったり、だいたい4000ユーロぐらいの平均単価なので、とにかく1区だけが高くて他がまだまだ安いということは押さえていただければと思います。でこの住宅単価自体は過去4年間で 20% ぐらい上がってきてます。年率 5% ぐらいです。次に家賃のお話。家賃はまあいわゆる日本でいう公団とかですね、都営住宅みたいな、まあ、そういう公共的な住宅、あるいは民間の住宅あるんですけれども、まあ、それぞれ、家賃がありまして、まあ、民間住宅でいうとだいたい平米単価8ユーロ台です。で、あの住宅カテゴリーにかかわらず、その平米賃料は増えてまして、だいたい4年間で 13% 上昇してます。つまり賃料は4年間で 13% 上昇で、不動産の売買価格は 20% 上昇っていう、まあ、まあ健全な伸び方をしているマーケットです。でさっきウィーンの方が平均100平米の居住スペースに住んでるって話をしたかと思います。となるとどういうことかというと、だいたい1平米あたり8ユーロですから、100平米で800ユーロ、800ユーロだから11万円ぐらいの、お金を出して、だいたい100平米に住んでますと。となると東京から見るとやっぱ結構いいなと。まあ現地の、まあ、貨幣価値とか、まあ、生活水準から見てそれがまあ高いのか安いのかっていうところがまあ別としてですね、まあ、実際問題東京で100平米の、賃貸で、家賃11万で済むっていうのはまあ非常に難しいと思うんですけれども、まあ、そういうまあ、状態にウィーンはありますというところです。逆に言うと東京の人々の給与水準とウィーンの人々の給与水準ってそんなに変わらないので、比較的住居コスト安く済んでるなというふうにも言えるのかもしれません。はい、次にグロスの利回りです。つまりウィーンの物件を買って賃貸に出した時にどのくらいのグロス利回りでいけるか。やっぱり市川も言ったようにヨーロッパって大して高くないんですよね。なんか 5% とか 6% とか 7% 欲しいなって言ってもやっぱり、ウィーンではまあ基本的に1区だと 1% から 2% 台です。それ以外の区だと大体3から 4% ですっていうとこです。これ別にオーストリアだけじゃなくてフランスでも、まあ例えばスペインとかの都市部でも大体こんなもんですね。それが 8% とか 9% とか高い、利回りで首都とかいうとウクライナとかモルドバとか行かなくちゃならなかったりするので、まあそれはそれでどうかなっていうですね、そういう感じです。で逆にちょっと言うとやっぱり結構恵まれてる先進国の都市だとやっぱ 3、4% がヨーロッパの場合普通で、
それがチェコとか行くともう 1% 上がる感じ、 4、5%、 ハンガリーに行くともう 1% って 5、6% ぐらいだから、やっぱり国の経済状況とかやっぱりリスクとやっぱり利回りっていうのは連動してるのかなっていうふうな気がします。はい。でじゃあ実際に今売りに出てる、まあ、収益物件の紹介をします。で白状するとですね、今回のセミナーに持ってきた売り物件はウィーンの2物件しかありません。ハンガリーもチェコも全部売れちゃったんですよ。なんで、まあ、今回勉強会なので、まあ、一応、買える物件がこれだけです。ウィーン14区です。シェンブルン宮殿の近く、シェンブルン宮殿ここです。で、物件がここです。1キロぐらいですね。単価が平米、4200ユーロで、でかいんですね。150平米もあって、さすがにウィーンではこれだと63万ユーロしちゃうのでですね、買える人少ないんですよ。まあ、東京も似てるんですけど、やっぱり63万ユーロってことは、8000万円以上しちゃうわけですよ。でそれを買える方は少ないのであんま売れないんですけど、これが80平米みたいな普通の値段だったらこれ30万ユーロ台で4000万円台でみんな買えるので、そういうのから売れてきます。まあ、こういう、まあエリアで残り1個でかいのが売れ残ってます。誰が買うんだよと思いますけど、はい。で、場所は結構良くてですね、物件がここです。ブライトン・ゼーっていう駅まで5分歩いて、あとはフュッター・ドーファー・ストラッセっていう駅から7分、ダブルアクセスできるっていう、まあ場所は全く問題なくて都心から15分圏内ですと、まあ、そんな物件が一つあります。もう一つ川向こうドナウシュタットの、もうちょっと現実的な価格の売り物件が今2個余ってます。新築コンドミニアム平米3900ユーロです。3部屋80平米、私も見ました。31万2000ユーロで販売中で、損定賃料がまあグロス1100ユーロ、ネット900ユーロぐらいという想定で、便利です。駅から1分です。まあ多分問題なく家賃つく場所だと思いますけど、想定利回りがネット 3.46% とですね、まあ、ウィーンはみんなこんなもんなんですけど、まあ、3.4 とか 3.5 とか出ればまあまあかなっていうところが残り2個ですと。場所は駅1分ですっていう物件が出てますと、そういう、まあ、お話でしたってとこです。っていうところでちょっとウィーンのお話を、離れて他の国のお話にしていきますけど、どうしようかな。次なんかウィーンでなんか質問ある方いますか？それよりもまあちょっと他の国、他の都市とちょっと比べてからいきましょうか。プラハのお話をします。プラハですが、非常にウィーンと似てて、都心部が、街並みがとても良くて、まあ、中世の建物が全部いろんな様式でまだ残ってるということで、全ヨーロッパ中から観光客が来ます。アメリカ人なんかもプラハ大好きで、アメリカの英語でガーッとか言ってここら辺で遊んでます。まあ、そういうところでプラハも1区2区というところがですね、観光地であり、やっぱりそのプライムなエリアになってます。ホテルやブランドショップいっぱいあります。これが1区2区になるともうちょっとモダンになります。これがバーツラフ広場っていう、場所ですね。はい。中央駅とかもあって、2区はちょっとモダンな感じですけど、これもやっぱ都心部で、1区と2区はやっぱりプラハの中でも特別な最高クラスの道ですと。はい、こんな感じ。次に5区に行きますと、ここになんかモルダウっていう、あのブルタバっていう、まあ現地のこと、ブルタバ川がこうやって流れてまして、1区2区から川を挟んで向こう側、結構便利なアンデルって駅がありまして、この辺が栄えててちょっとモダンな場所ですが、ここ行くと、だいたい感覚的に、まあ、観光地じゃなくてもうちょっとローカルっぽくて、まあ結構栄えてるエリアになります。
地区っていう場所、は、1区2区からは北に、隣接している場所です。だいたいこんな感じで、ローカル感がありますけど、この8区は、チェコの最大フロレンツバスターミナルっていうのと、あとホレショビーツェっていう、大きな鉄道駅があって、まあ、鉄道、まあ、交通の要衝っていう、意味もあって、まあ、新興のオフィス地区もあってですね、もともとそんなにいい土地柄ではなかったんですけど、今急速に良くなってるエリアで、まあ、あのモダンです。15年前にですね、ヨーロッパですごい洪水があったのってご存知ですか？覚えてます？2003年かな、一番やられたのがプラハと、もうちょっと下流のドイツのドレスデンって町なんです。でプラハで一番やられたのがこのエリアなんですよ。で地下鉄の駅が全部水で埋まったと、そういう状況があったんですけれども、まあそこから15年かけて、町が新しくなってきて、今は人気が出てる場所です。17区っていう場所、これ郊外に行くとですね、まあ日本の郊外とそっくりなロードサイド店の嵐、ちょっとやっぱり田んぼが混じって、田んぼじゃないです、畑が混じってるみたいなですね、田園風景あり、っていう、まあいかにも郊外っていう、まあ、感じになります。まあ、プラハの、奥に行くとこんな感じの風景です。そのプラハなんですけど、実際に全部売れちゃいましたけれども、まあ、どんな物件が、まあ、投資できるかっていうと、さっき言った都心の2区ですね、イーペ・パブロバっていう地下鉄の駅から徒歩2分で非常に便利、ここから中央駅も歩けます、バツラフ広場でも歩けますっていうですね、本当に一等地で、おそらくエアビーなんかやったら結構、まあ、回るんじゃないかっていう場所ですけど、これが私が行った時ちょうどあの2室余っててですね、買わないかって言われた物件です。でもやっぱり2区なのでですね、単価はそれなりにします。6000ユーロ平米ですから、まあ後で言いますけど、ウィーンの都心部って1万5000ユーロとかなんですけど、それ比べれば安いんですけど、ウィーンの普通のエリアって4000ユーロぐらいなんで、やっぱりプラハの都心部というのはウィーンの普通のエリアよりはもっと値が張ります。だいたい17平米で6000ユーロなんで、だいたい11万ユーロぐらい、12万ユーロぐらいですかね。だから1400万円ぐらいで17平米っていうちっちゃいやつ、29平米になるとだいたい2500万円ぐらいみたいなイメージです。でこれを通常賃貸だと 5% 回ると言っております。まあいろいろ引かれて4ぐらいだっていう話です。で Airbnb をすると、まあもうちょっと上乗せできるかなっていう感じでした。こんな物件があります。あれこれしかなかった、ごめんなさい。もう一つあのやったんですけど、まあいいです。はい、じゃ次、公共交通機関なんですけど、ウィーンは地下鉄5路線で、プラハは地下鉄今3路線あります。だいたい札幌ぐらいのレベルかなみたいな感じ、それは福岡ぐらいのレベルかなって感じです。第4号線が今作ってますので、まあ、4路線体制にそのうちなるのかなっていう感じ。まあ、この規模の町にしては、まあ、公共交通機関整ってる感じで、まあ、都心部だったら車はいらずで行けるのかなって感じがします。はい、で、不動産投資指標のお話に行きますが、ちょっとウィーンと比べてみると分かりやすいですけど、プラハは、コロナが彼らの、まあ、貨幣ですけど、ユーロに直すとだいたい1区2区がやっぱり高いです。で他の区は、まあ、3000ぐらいユーロぐらい、まあ、1区2区は 4,5000 ですけど、この差がウィーンと比べると全然大きくないんですね。なんで、まあ、ところ持ちやっぱり高いかなぐらいのレベルで今落ちて、取引されておりますと。逆に私これを見てですね、プラハでやんだったら1区2区でやった方がいいじゃんって思っちゃう。やっぱり、まあ、心持ち高いぐらい で実際に上がってる率も1区2区の方が早いので、はい。逆に
プラハ345678っていうところが思ったより高いなっていうふうに思ったんです。というのはウィーンとプラハだと大体感覚的に物価が 50% 違います。で多分、給料は2対1ぐらい、ウィーンが2プラハ1ぐらいだと思います。ということを考えると結構プラハの人高い値段で家買ってるのかなっていう感じがしました。逆に都心部は割安だなって感じもしました。はい。で、グロスの利回りなんですけれども、グロスの利回りだいたいやっぱ 3% 台後半ぐらいです。 4% 行ってたんですけど、ちょっと今不動産価格上がったので 3% 台に落ちたところです。でそれはウィーンの一区以外の普通のエリアとだいたい同等ですっていうところです。普通に貸したら 3-4% と覚えておきましょう。はい。じゃあ次にブダペストのお話になります。ブダペストは、まず前提知識としてここはツインシティになっておりまして、福岡市が福岡と博多が合わさって福岡市になったと同じようにブダという町とペストという町と合わさってブダペストになっております。はい。で、もともと高級エリアだったのはブダ地区です。あの地形が全然違って、ブダは方は山がちで丘陵があって景色が良くて緑が多くてっていう自然環境で、ペストの側の方はまあ平地が広がってるっていう、まあ、下町というかまあ平地ですと。なのでブダ側はまあ住宅地としての標高はまあ今でも高いです。ただ山が多いということもあって今若いものが集まってるとか商業施設が集まってるこのペスト側です。特に5678区がまあ一番栄えていて、まあ、都心と言われているところ、特に5区がブダペストの都心とされます。はい。その5区の景色なんですけれども、ドナウ川の対岸にあの国会議事堂っていう、まあ、景色がとてもいいんですけど、まあ、この国会議事堂を中心に、まあ、ブダペストの中での最高の、立地と言われるのがこの5区で、まあ、観光名所も結構5区あたりに集中をしていますと。はい。まあ、これが、まあ、最高級エリアで、次に7区っていうのが本当に5区からすぐ近くのところが7区でしてですね、ここになるとちょっと雰囲気がですねもう少し陥落的になって、もう飲み屋ばっかり、でも飲み屋って言ってもやっぱり皆さん結構おしゃれで、ヨーロッパ各地からここに来てグルメとお酒を楽しむっていうですね、そんな感じで夜までにぎわってる場所で、まあハンガリーの地元の若い人もこういうところに住みたい、そんな場所です。変なとこではないですと。はい。で、ブダペストって今あのウィズエアーっていうあの LCC があって、それの本拠地なんですよ。で、ウィズエアーの飛行機ってむっちゃくちゃ安くて、あのロンドンからブダペストまで飛んできて6000円とかですね、そんな値段で飛べちゃうんですね。なのでロンドンとかの物価の高いああいう地域の人がまあ6000ぐらいで行けるからって言ってブダペストに遊びに来てですね、特に若い世代、とにかく何でも安い、イギリスと比べれば宿も安いし、食べ物はあのワインなんか店で、普通に飲んでも1ユーロしないとかですね、そんな値段で、楽しめるっていうところもあり、まあ、とにかく飲み食いに来る、で食べ物も美味しいですしですね、はい、まあ、そういうところもあって非常ににぎわってる場所です。はい。8区っていう場所に行くとですね、今度は観光地じゃなくて、まあ、いかにもハンガリー人の、まあ、中間所得層が、まあ、好みそうなこういうモダンなエリアになりますけど、この場所コルビンっていう場所は地下鉄駅があって、そこに商業施設が、まあ、モールがあって、その周りをまあ、大体中層の住宅10階12階建ての
の計画的に建てたエリアでですね、まあ、結構プロフェッショナル層とか、まあそういう層に人気な場所です。こんな場所ですね。次に11区っていう場所、今度は川を越えてブダ川に行きますけど、このブダ川を本当に象徴するようなこの丘陵地帯、緑が多くてですね、まあファミリーで住みたいなっていう場所が、まあ、特にこの11区です。当然皆さん人気なので不動産投資面でも、まあ、キャピタルゲインという意味で注目されているのもこのエリアです。はい、13区、今度はペスト川に行きますけど、今度は川沿いに、まあ、新しめの家を作ってマリーナとか作ってですね、結構、まあ皆さんが住みたいエリアになります。こんなお街なんですけど、だいたいどんな物件があるかです。ブダペスト8区っていうさっきの商業施設があった都心近くの築1年の区分が売りに出ました。当然すぐ完売しましたが、地下鉄駅から商業施設を通って徒歩5分っていう、まあ申し分のない場所で、学生に貸すっていうことができて、単価が平米3,300ユーロなんで、やっぱりウィーン、あのプラハ比べてやっぱり安い。30平米の区分が10万ユーロぐらいですね、1,300万ぐらい、通常賃貸で 5% もありますっていうですね、まあ、初めてブダペストで買う方には悪くないスペックかなっていう感じの物件でした。次に、マリーナ付き13区のドナウ川に面した高級物件も見ましたけれども、まあ、こちらは、まあ、本当に、多分外資のマネージャーとかが住んだり買ったりするのかなって感じです。で、新築区分平米単価3,600ユーロで、150平米だいたい55万ユーロで売ってました。55万ユーロでこの景色だったら全然悪くないなと思いました。公共交通機関はプラハと同じくだいたい3路線プラスハンガリー国鉄っていうところですね。その辺があって、まあまあ便利ですが、ちょっと、利便性だとやっぱりウィーン、プラハ比べると少し落ちるかなって感じもしました。車両も古かったりします。はい、最終章に行きます。今中央の首都は買い時なのかというお話です。さっきも市川も言ったんですけど、ヨーロッパって遠いです。遠いし、じゃあ利回りどんぐらい回るのって言われて、普通 3,4% 5% って言うと、やっぱり普通は単発セミナーではやっぱり取り扱われない値段だと思います。ただしヨーロッパ知れば知るほど奥深いし、 3,4% でもやっぱり値上がるよねみたいな、資産として持ってもいいよねってもいっぱいあるのでですね、まあ、そういう視点も含めてちょっと私の分析、私の視点共有させてください。はい、まず3室まとめて比較をしますが、まず権利関係の面では全くどの国も問題なくて、まあヨーロッパの先進国と一緒で、外国人個人名義の土地建物の所有権は完全に OK です。税金はまあそれぞれ違いますけど、まあ大体言うとウィーンが一番高く、ブダペストが一番安いという感覚です。取引価格はウィーンはさっき言ったように一区だけが驚異的に高くて、他は4000ユーロ、そんなに高くない。プラハの場合は1肉は5000ユーロ、その他が3000ユーロぐらいです。で、ブダペストの場合は5、6、7区ぐらいがまあ平米4000、その他が2000ぐらいっていう、そんなイメージで、利回りオーストリアの1区以外は 3,4%、プラハも 3,4% ぐらい、ブダペスト 5% ぐらいみたいな状況です。で、ちょっと一つ覚えていただきたいのは、このオーストリアは賃借人有利な法律になっていて、まあ、基本的にあまり、入居者を追い出したり値上げしたりってのはやりにくい国、逆にチェコとかはオーナー有利なので比較的やりやすい、まあ、その辺をちょっと前提知識として押さえておいてください。で、まとめてみると、これが過去10年20年の値動きですけど、ちょっと
オーストリアの安定感がやっぱり際立つかなと思います。ほぼマイナス成長になったことがないし、まあ、しかもかといって何十パーセントもバブリーに上がることも少なくですね、まあ、非常に着実に伸びているのがオーストリアの不動産価格です。逆にチェコに行くと、2014年まではマイナス成長でした。そこから今はドーンと上がって4年ぐらい 10% ぐらい成長が今続いてます。ハンガリーなんかもっとすごくて、やっぱり2014年からやって僕 20% ぐらいの年々成長が続いてます。でハンガリーはすごくボラがでかくて、やっぱり2002年とかに一気に1年間で半額みたいな、そういう時期も経験しておりますと、まあ、そういうところでやっぱり値動き的なところはやっぱりオーストリアという、まあ、安定感があり、まあ、ついでチェコ、ハンガリーの順なのかなって感じがします。はい。で、まず前提条件として、私は海外不動産投資はやっぱり参入タイミングが命かな、つまりいつ買うかいくらで買うかっていうのが、やっぱ大事なんだと思います。なぜなら物件が遠い場所にあります。自分が物件の近くに行けないから、ほとんどのことは現地のパートナー任せになります。自分でできること、買うこと、運営すること、そんなぐらいなんですね。でもそれであってもやっぱり安いタイミングであって値上がりを取るとかですね、賃貸に出して利回りを取るのは遠くにいても比較的簡単にできることかと思います。逆に、3番4番何割物件をバリューアップして収益性を上げるとか、あるいは民泊シェアハウスなど運営方法を変えて収益性を上げる、日本にいて日本の物件だったら結構できるんですけど、やっぱり海外になるとその辺って現地パートナー任せになっちゃうので、まあ難易度は上がるのかな。さらに土地から仕込んで建物を企画建設するっていうデベになるとか、あるいは自主管理セルフリフォームで運営コスト下げるみたいな、こういうことって無理じゃないですか。特に自主管理なんてウィーンの物件自主管理ができるわけない。なので結局この難易度が低いこの1と2にやっぱりフォーカスするのが一番いいのかなとなると、やっぱり相対的に言うと購入と売却のタイミングのウエイトが必然的に大きくなるのかなと思います。で、まあ、こういう考え方がありますけど、不動産価格はライフサイクルがあって、今安い、今高い、今下がってる、今上がってる。かぼちゃの馬車のお話がありましたけど、かぼちゃの馬車で引っかかっちゃった人、ここで非常に高く買っちゃってる、あるいは日本でいう2011年12年ぐらいでこの辺で買ってた人は今値上がって売れるとかですね、まあ、いろいろな、まあ、あのドラマありますけど、それは海外でも同じ話です。だいたい経験的に言うと1サイクル上昇下降っていうところがだいたい7年から10年ぐらいのイメージで、この振れ幅はやっぱり先進国だと 2,3 割ぐらいやっぱり振れ幅上がるのかなっていう感じがしますが、これ分かりやすく言うとですね、一番ボトムにあるのはこの単身が一番低い6時、ちょっと上がってて結構上がっちゃうけどまだまだいけるなっていうのが大体9時で、一番上がっちゃうのが12時で、今下がってる局面が3時みたいな、そういう、まあ、表現をするとですね、やっぱり投資家として思うのはやっぱりできれば6時とか9時とかのこの辺のタイミングで買いたいよねと思います。少なくともこの辺のタイミングで掴みたくないよね。掴んだったら下がるしかないし、遠くにいるから何もできないじゃないですか。やっぱりここの場所で買うっていう、はい、そういうやっぱりトレーニングと、まあ、勉強が必要なのかなと思います。でこれに関して言うと、私が考えるのは、ライフサイクル的にウィーンの一区っていうすごい高いエリアはもうこれ以上上がるのかよっていうところまで来ちゃってると思います。ただしウィーンの一区以外の部分っていうのはまだまださっき言った9時ぐらい
結構上がっちゃったけどまだまだいけるっていう局面にあるのかなという気がしております。私ウィーンで買うならやっぱり都心部以外のやつを比較的安く買って利回り 3-4% でも回るじゃんっていうところで、まあ、長期保有をしようかなというふうに思ってます。逆にプラハ・ブダペストは、私は都心部を買った方がいいんじゃないかと思ってます。つまり、都心部以外って結構地元の購買力考えると結構高い。逆に都心っていうことになるとですね、ウィーンよりずっと都心に関しては安いということで、プラハとブダペストが都市として観光地としてウィーンに劣るってことはないと思うんですよ。だってそれ劣ることがない街で、同じ観光地で都心でウィーンの半分以下の物件だあの価格で買えるんだったらまだやっぱり価格余地があるのかなと思います。はい。で、私ウィーンでやるなら、まあ、自分の意見ですけど、まだまだ可処分所得に対して家賃収入が安いですと。まあもともと家賃安かった、今上がってるけどまだまだ上がり目あるし、で家賃水準が上がってかつ物件需給がタイトだったら不動産価値も上がるものなので、私都心部以外だったらウィーンはまあ着実に上がっていくっていう意味でありだなと思ってます。逆にプラハ・ブダペストに関して言うと、逆に都心部のウィーンとの価格差を利用してやっぱり買い進んだ方がいいのかなっていう感じがしてます。なので今ウィーンがダメ、プラハがいいとかそういうんじゃなくて、やっぱりもっと細かくセグメントしてやっぱり攻め方があるのかなっていう感じがします。はい。最後に、皆様にお伝えしたいことなんですが、まあ、市川も言いましたけど、やっぱりヨーロッパ各国各都市の状況に詳しくて、やっぱりリテラシーの高い日本人投資家をやっぱ長い目で育てていきたいです。大抵世界中で日本人不動産買い負けてますから、中国人に買い負けてる、ロシア人に買い負けてる、イギリス人に買い負けてる、みんな判断する軸がないとやっぱり買えないんですけど、判断する軸を持ってしまえばあとは金スピードの問題なんですね。なんで、そういう、まあ、勉強会をしていきたい。で、市川も言ったようにヨーロッパで54の国もあります。法制度も違います。で、やっぱり歴史も古くて、やっぱりお城だ遺跡だ修道院教会だっていうヨーロッパならではのバラエティーもあるし、まあ、あとはやっぱり余暇の文化の発達なので、リゾート民泊みたいなところにものすごいお金が、まあ、流れる地域なので、まあ、そういう部分でもですね、非常にいいかなというところですと。なんでこういうことをまあ繰り返して、いければ最終的にはですね、まあ、単発じゃなくてやっぱり継続してやっていきましょうと。で最終的にはですね、例えばウィーン12区の駅地下で平米単価3500ユーロ以下の新築レジが出たら俺買うよみたいなですね、まあ、そんぐらいの、動きができる、まあ、不動産投資家を、まあ、育てていきたいなと、まあ、それにやっぱり貢献していきたいと思ってます。最後に、これからのヨーロッパ勉強会、ちょっとこれブラッシュアップしますけど、だいたいやるネタとしては、次やりたいの南欧リゾートです。次に、ドイツの各都市の深掘り版、あるいはイギリスですね。イギリスなんかものすごく面白くてですね、区分新築で500万円ぐらいで買える都市とかあるんですよ。 9% ぐらいで回る、そのエリアが何なのかみたいな、その辺もちょっとやりつつも、ロンドンみたいな街もあるしですね、まあ、そういうところでいろんな、地域に着目をしながら、まあ、続けていきます。で2回目以降はアジア太平洋への会じゃなくて、国際不動産とエージェントの主催セミナーになり、まあ、1回5000円いただいて、まあ、それに頼る、まあ、クオリティの高いものを、セミナーを、まあ、提供していくという形で進めたいと思います。はい。で、私の講演は以上になります。どうもありがとうございました。